なんとかなりました。こんばんは。え、最近マスカラ塗ってリップ塗っただけなんですよ今。マスカラ塗ってリップ塗っただけ。なう。そして、まあ、いつも通りちょっと今あの洗い物が溜まってるんで、あのちょっと洗い物からスタートさせていただきます。すいません、バレンタイン配信なんですけど、すいません、ちょっと一旦日常的なところからあのお送りさせていただきたいと思っております。かわちありがとう。よいしょ。前にテロップを書こうっと間違えた。にゃ、はい、こんばんは。受験受かった。おおめでとう、おめでとう、よかった。よいしょ。なんか今日はまああの確定申告の続きをしていたんですけど、まあ、無事終わったんですよ。結論から言うとね。でも普通に今日一日なんかあんま体調が良くなくて、めっちゃダラダラして一日終わった。そう、でも夕方くらいにバレンタイン配信しなきゃいけないから元気出さなきゃなーっつって今って感じ。よいしょ。さえちゃんかわいい、さすが、嬉しい。しけんさんこんばんは。よいしょ。まあ爪もねバレンタインっぽくしたのでいい感じ。ヒカルン卒業発表したの？え？今日？いや今日か。昨日だったら昨日みんなが言ってるもんね。今？え？えぐ。知らなかった。マジか。え？全然バレンタイン作ってる場合じゃなくない？全然バレンタイン作ってる場合じゃなくない？マジか。全然洗い物してる場合でもないし、バレンタイン作ってる場合でもない可能性出てきた。マジか。はあ、なるほどね。ショッキングだな。こんばんは。いや、みんなとの約束なんでバレンタインは作りますけど。なるほどね。そうか。なんかなるほどね。同期が卒業ってこういう気持ちになるんだ。
んばんは。初めての、当たり前だけど初めての経験だからさ。こんばんは。そうか、まあでもあれだよね、前向きな新たな夢へ向かっての卒業は止めるのも野暮だし、しょうがないよね。いやー、寝耳に水ですな。全然気づかなかった。こんばんは、初見です。ありがとうございます。よいしょ。知らなかったな、全然知らなかった。なんかそんな素振り全然見せてなかったから全然気づかなかった。全然、多分前回やったのが前回のお話し会、昨日の一個前のお話し会の時に久々に会って、うちなんか全然元気そうだったし、カレンちゃんにジェルネイルやってたし、でもジェルネイルすごい上手だからさ、そういう美容の道もすごい向いてそう。めっちゃストイックだから、ああいう勉強したらめっちゃ詳しくなりそうだし。こんばんは。そっか、寂しくなりますね。8なくなっちゃうんだけどさ、一旦休止しちゃうからあれだけど、チューブがだいぶ寂しくなりますね。こんばんは。なかなか厳しいな。こんばんは。お肌綺麗、ありがとうございます。遊びに来てよ、やっほー。あの声の涙に沈む太陽、懐かしい。それな、デビューしたやつね。私たちがあれだよね、野田ひなのちゃんとかさ、ヒカルンとか私とかが涙に沈む太陽のポジションでさ、まだ幼かったから全然ああいう表現できなくて難しいねって言ってたの覚えてるわ。涙に沈む太陽のユニットの時ってなんか黒のピンヒールなんですけど、あのピンヒールのそのピンの部分の細さがセリの隙間と合致してるんですよ。怖い話なんですけど、だからさは一回セリの隙間にピンヒールカッて入ったことあってめっちゃ焦ったことあります。ちなみに、あ抜けない、やばい、次のポジションいけないってなったことが実は一度あります。こんばんは。懐かしいね、人の公演歴代の。なんだかんだせやパーティー公演めちゃくちゃ出てたしね。よいしょ。よいしょ。
このモコモコとさ、お皿洗いの相性があまりにも悪い。めちゃくちゃ腕まくりが落ちてくる。よいしょ、こんばんは。なんか前にもそんなこと言いながら洗い物してなかった？いやそうなんだよ。でも最近寒くてさ、これ着てないと家の中でさ、そのまともな生活が送れないのよ。寒い寒い、家の中が寒い。家ってかこのキッチンが激寒なの。うちエアコンが届かないから、廊下すぎて。そうなんです、不便。あれ足はね、あの靴下履いてるからね、靴下とスリッパ履いてるから保温されてる。あの床からの冷気を一切の遮断してるから。そうそうそう、こんばんは。今週これから気温が下がる。ね、嫌だよね。昨日ぐらいの暖かさでずっともういてほしい。全然もう冬に戻らんでほしいもん。水木寒そう。やだやだね。木曜日とか劇場公演だから帰り絶対に寒いや。終わった。こんばんは。まあ公演終わりって体がめちゃくちゃ温まってるから全然寒くないんですけどね、実は。と言いつつ公園割ってマジで無敵で帰れる。こんなに寒くても全然ポカポカで帰れるんだよね。そう、公園割はね無敵なのよ、寒さに対して。こんばんは。私たちも心ホクホクで無敵です。いいですね、やっぱ劇場終わりはね、やっぱこう心ポカポカよね。君こっちだ。よいしょ。こんな感じで、まあ明日国体よろしくお願いします。楽しみです。マリアちゃんの大事な公演ということで。あ、すごい、おかずさん、うさぎちゃんタワーありがとうございます。ごめん、今すっごい洗い物してる、ごめん。おかずさん、うさぎちゃんタワーありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、久しぶりにタワーを立てていただいたからなんかすごいドキドキしてるわ。ありがとうございます。すいません、感謝です。感謝感激です。こんばんは。小生って一人称リアルに使ってる人初めて見た。文豪しか使わないと思ってた。こんばんは。いいですね、趣ある一人称ですね、非常に。
はい、ということで洗い物が終わりました。ちょっと待って、こんばんは。ちょっとこのモコモコと料理の相性がすこぶる悪いから、ちょっと上着変えるわ。うわ、こっちの部屋あったか。エアコンってすごいな。エアコンめちゃくちゃもったいないかもしれないな。このパーカーにしよう。よいしょ。そのパーカーに変えてきた。真っ白。こんばんは。ということで洗い物が終わったところで、結局ね、何作るか何にも決めてないから今から決めるわ。うちにある調理グッズをちょっと一回確認します。なるほどね。なんかパウンドケーキでも焼こうかな。昨日言えなかったからお話し会ありがとう。お、ありがとう。お仕事中にありがとうね。ですか？ですか？とか言って。ああ、バニラタワーはさやの画面には出ないんだ。そのギフト欄には。なんと。でもありがとうございます。こんばんは。すいません、私の画面というかギフト欄には出ないんですね。なんと。ガトーショコラって渡しづらいかな。そういうカップないのにね。でもガトーショコラにしようかな。パウンドケーキ型で焼いて切って渡せばいいかな。ちょっとパウンドケーキ型で焼こうかな。こっちの方がカクカクしてるから作りやすそう。こっちにしようっと。よいしょ。こんばんは。ガトーショコラに決定しました。室温に戻したバター、
植物油、砂糖、卵黄を入れてヘラで混ぜる。メレンゲ立てなきゃいけないの？めんどくさいと思ったけど、バレンタインだからちゃんとやろうっと。どこやったっけさ、メレンゲ立てるやつ。どこに片したか忘れちゃった。あ、落ちてこないで。明後日誕生日です。うお、明後日の配信で教えてほしかったけど、おめでとう。よいしょ。泡立て器、私どこに収納したか忘れた。でも絶対にこっちの家に持ってきてるから絶対にあるんだよ。めちゃくちゃうるさいやつが。ちょっと待って。調理器具ありすぎていろんなところに分散してさ、保管してるからさ、マジで見つけられないこんばんは。敵は悪すぎじゃない？全然どこにあるか覚えてないわ。ここじゃなさそう。あ、待って、いたいました。視界に入ってるのに気づけない時ってあるよね。これ順序立てないと取り出せないじゃん。パズルみたいになってる。ありました。こんばんは。よいしょ。はい、オッケー。はい、ということでバターを、あのね、この前バター終わったわって言ってたけどね、ちょっとみんな見てほしい。450g がまだ全然いたのよ。見て、こう未開封。全然いた。びっくりしちゃった。いるんだもん。これ倍量で作ったら多い気がするから、1.5 倍量で作ろう。よいしょ。からの、ちなみにこのバター業務用です。あの銀紙に書いてあるんですけど、業務用です。こちら業務用となっております。バラ全然いたよね。だからこの前洗ったこのバターをね、こうやって細かくして入れるやつに後で入れたいと思います。使う分だけね、一旦取り出します。バター40だから 60g ですね。こんばんは。白似合う。本当？ありがとうございます。ちょっと待って、今爪がすごい長くて非常に不衛生なので手袋をして作りたいと思います。長い爪の隙間にはね、雑菌が繁殖しやすいと言われていますから、さすがに気にしたいと思います。四つ葉バターが本格的っていうかね、安いんですよ、四つ葉バターが一番。しかもその200で買うより400で買う方が安いから、こんなことになってるよね。450で買う方が安いからこんなことになってるんです。よいしょ。あの冷蔵庫でキンキンに冷えてるからめちゃくちゃ硬いんですよね、まだ。よいしょ。えい、包丁。こんばんは。はい、先ほど洗った箸が今シンクの中に落ちてきました。
残念、二度洗いです。はい、よっ、曲がった。まっすぐ切りたかったのにめちゃくちゃ曲がりましたが、あんまり気にしません。えい、これがね400一気に入らないんで、とりあえず半分常温になるまでこのまま放置しておきます。常温にならないとね細かく切れないんで。こんばんは。ということで 60g を切り出すんですけど、はかり、やばい、キッチンが狭すぎてはかりを置く場所がない。ちょっと待って、一旦このホイッパーには一旦どいてもらって、こいつも落ちてくるやんけ。ボールを出します。はい、バター 60g、 四つ葉牛乳のよく飲んでる。あ、本当ですか。それはセブンイレブンの牛乳です、いつも。しかも低脂肪乳よっ、よいしょ。でもさ、1回でさ 60g とかさ、まあパンを作るときはもっと使ったりするわけですよ、バターって。そうなるとやっぱ 200g ってすぐ終わっちゃうよね、量的に。ちっちゃいのよね、市販のバターって。2回とかで使い切っちゃう、2回3回とかで。はい、 60g ぴったり。さ、マジでバター切り出す才能だけめちゃくちゃあるんだよね。でもバター切るときしかこの才能使えないからさ、あんまりこう披露するタイミングがない。よいしょ、失礼、大きい音立てました。よいしょ、はい、じゃあちょっと残りのバターはまた包み直して冷蔵庫に保存しておきます。まあまた近いうちにね、この子使うんで。ということで、ちょっと室温に戻ってないんで、ちょっとレンジで温めます。溶かしバターにならない程度にね。しけんさん、こんばんは。そしてバター、植物オイル、砂糖、卵黄を入れてヘラで混ぜます。砂糖と卵黄が3個ですね。これね、白身は取っておかなきゃいけないかな。また新たなボウルを取るか。同じ音しますね。はい、バター柔らかくなりました。ここに卵黄を3つ入れていきますので、卵割っていきます。白身は後でね、メレンゲに使うんで取っておきます。大丈夫、みんなまだ料理配信、バレンタイン配信興味ある？明らかにコメント止まっちゃったけど、大丈夫、みんなまだ見たいと思ってくれてる？大丈夫、つまんないと思われてないかな？
あ、見てるよ、ありがとう。配信だとね、手元はあんまりね見せれないっていうのが不便ポイントだよね。えい、かなり真剣に見てます。気軽にコメントしながら見てほしいですな。そんな真剣に見るものでもないぜ。ひらりんさん、なんだっけ、バラありがとうございます。バラありがとう。11日の僕たちでたくさん元気もらったのでバラあげ、あ、ありがとうございます。まずこちらが、あ、ちょうど映らないですね、画角的に。まあ、白身、後で使うんで残しておきます。メレンゲってさ、冷やしておいた方がなんか、あ、違う、それは生クリームだっけ、忘れたけど、冷やしておいた方が良かったような気もするけど。バターと卵です。こちらがバターと卵黄ですね。今卵黄ちょっと1個割れましたけど、と砂糖です。砂糖が、ちょっと待って、白身がさ、白身が暴発してんのよ。はい、砂糖何グラムですか、これ100グラムだから150グラム入れなきゃいけないけど、ちょっと150グラムは甘そうなので、あ、でもピュアココア入れるから苦いな。150入れちゃっていいか、自分用じゃないし、自分は甘ったるいの好きじゃないから減らしちゃったりするけど、人にあげる用だからな。よいしょ、こんばんは。砂糖空っぽです。やっぱちょっと気持ち減らします気持ちね、気持ち減らします。はい、そしたらヘラで混ぜます。はい、こちらヘラ、ちょっとバターまだギリ硬いんですけど大丈夫でしょう。徐々に、室温が低いんで柔らかくならない可能性あるけど、まあ、大丈夫でしょう。最悪もう一回レンチンしよう。こんばんは。待って、植物オイル入れてないや。植物オイルがこちらにおりまして、が 20g だった気がする。そうだから 30g 入れます。えい、閉まらん蓋が。こんばんは。何作ってるの？やっぱりバレンタインの定番、ガトーショコラですね。ガトーショコラって定番じゃない？めっちゃザ・バレンタインって感じする。鼻かゆい。うちの砂糖が、あの白砂糖じゃなくて、今何使ってるっけ、きび糖、きび砂糖、黒糖、黒糖ではないな、きび砂糖か、きび砂糖を使ってるんで、ちょっと色がね今すごい非常に濃くなっております。きび砂糖の方が味が好きなんです。あと高橋家は結構
なんか茶色い砂糖が常に家にありました。白砂糖の代わりにね。なんか別にそんな自然派志向とか健康志向な家だったわけじゃないんですけど、単純にママもなんか味が好きみたいなノリだった。疲れた。ということでちょっとね、やっぱりバターがまだお固めなので、ほんのちょっとレンチンします。あー、三温糖もね使ってんのよ。三温糖かきび砂糖をね買うんですよ。そうそうそう、今回はきび砂糖。三温糖美味しいよね。ちなみにタピオカ茹でるときは三温糖入れるんだよ。よいしょ。あ、黄身が固まるほどはあの火入れてないです今レンジで。マジでバターが溶ける。バターめっちゃ融点低いんで、あのほんの気持ち今温めただけなんで全然大丈夫です。マジであのこうやって触ってもぬくもり感じないぐらいしか温めてないんで全然大丈夫。はい、ちょっとなくなった砂糖を補充しました。はい、うちね今ね塩がね全然ないんだよね。買いに行かなきゃなって思ってるんだけど、この前スーパー行った時買い忘れたんですよ。もうねあの今のケースに入ってる分しか塩がなくて、まあ、塩ってなんかそんな何十グラムも使うことあんまないからまだ持つんですけど、買ってこなくちゃ。さじやほやほー。そう、博多の塩買う可能性全然あるね。博多の塩は愛媛で、愛媛だっけあれ、なんかあの博多島ですよね。あれは愛媛県なのか、しまなみ海道ってどこが県境なのか全然わからん。愛媛なんだ。うちも塩なくなってる。塩って気づいたらなくなってるよね、ずっといるのに。まあでも最悪全然この岩塩があるんで、よいしょ、料理するには困らないんだけど、お菓子作りの時岩塩使うとちょっと匂いが強いし粒も大きいんであんま適さないんでね。よし、ちょっとある程度混ざったんで、あのちょっとこのキッチンよりは暖かいリビングに置いてちょっと室温で溶かしていきたいと思います。ちょっとリビングに放置しておきます。はい、次ビニール袋にココアと薄力粉を入れ、ダマを潰しながら袋を振り混ぜたら意地と合わせる。あ、すごい、これあれを使ってない、このふるいを使わないやり方ね。ちょっとこのレシピ通りに一回やってみる、楽しそうだし。ちょっとうちにはねアイラップくんがいるんですよ。ちょっと高すぎて全然取れない、まだ未開封のアイラップ。こんばんは。しまなみ海道は広島県から愛媛県、え、そうなのよ。だからどこが県境、何島から県境なのか全くわからん。どっかでね広島になったはずなんよね。薄力粉とピュアココアがね、わ、どっちでやろう、色濃いやつでやろうかこっちでやろうか、どっちの方が賞味期限短いんだろう。ブラックココアパウダー、どっ
こですか。これだ。こっちの方が前に買ったからこっち使おうかな。こんばんは。じゃあちょっと、薄力粉が45g か。意外と少ないな。ヘルシーですね。ちょっとなんか45g 薄力粉入れます。はい、ぴったり。やべ、当てちゃった。そしてこちらがブラックパウダー、違う、ブラックココアパウダー。普通のココアより色がすごい黒くて、すごいいい色するんですよ。こちらが 90g、 めっちゃ入れるな。あ、めっちゃいい匂い、ココアの。一気にめっちゃ減ったな。こんばんは。あの、濃い色をつけたいときにいいですね、このブラックココアパウダーは。普通のココアより濃いので。はい、こちらをですね、このダマを潰します。いいね、ふるいという洗い物を増やさなくていいのは非常にありがたいですね。画期的ですよ。はい、これをさっきの卵黄たちのあれに混ぜるんや。よいしょ。鼻がかゆい。いろんな災難が今。意外とバターがずっと固体なんだよな。ダマになってるバターが。まあこんぐらいなら許せるぐらいになったでしょう。オッケー。ただ先ほどの粉を入れます。作るの楽しそう。お菓子作りはね、もう、私再三言ってんだけど、めちゃくちゃ楽しいから、みんなおすすめだよ。お菓子作りを趣味にするのおすすめです。めっちゃおすすめ。
つでもできるしさ、どっか行ったりする必要もないしさ、なんか趣味の中では比較的お金のかからない趣味だと思うし、調理器具なんてさ、まあまあ揃えたってさ、そんな 何百万とかにいかんしさ、そうそう、かなりね、趣味見つけたい人にはおすすめだね。趣味探し中の人にはおすすめです。確かに、でもお菓子作りはそうそう、分量を結構グラム単位でちゃんとやんなきゃいけなくて、牛乳を少しずつ入れ滑らかになるまで混ぜる。牛乳を120ですね。そう、なんか料理と違って結構ねシビアなんですよお菓子って。料理は結構もう目分量でダバーダバダバダバーって入れてもまあ食えるみたいな味にはなるんですけど、お菓子って普通に膨らまなかったりとかするんで失敗って概念がね結構シビアなんです、お菓子とかパンって。なんかそういうの苦手な人はまあいるよね。ちょっと牛乳 7g ぐらい多いけど、まあいいか。今シビアなんですよの話してしながらなのはおかしいけど、牛乳少しずつ加えます。今私は白い服を着ているのでココアパウダーをバフってやらないように細心の注意を払っております。一番怖い、なんで白い服着たんだろうね。ココアと距離取ってる。よいしょ。確かに楽しいね。サイリンの誕生日前後にケーキ作って楽しかったね。料理もある程度分量は大事。でもそのさ、リカバリーできるじゃん。あ、ちょっと味濃いから水足そうとかさ、あ、薄いから醤油足そうとかできるけど、お菓子って普通にもう完成形が失敗するから、全然ね料理の方が優しいと思うよ。料理はそんな1グラム単位で醤油をもうピッタで入れなきゃいけないとかさ、あんまないじゃん。そう、パンに関しては 0.1 グラム単位の時とかあるしね。えっ、つって遊びに来たよ、ヤッホーありがとう。すごい、ブラックココアパウダーの色が黒すぎてすごいマグマみたいな、マグマの冷えてきた頃みたいな真っ黒になってる。すごい濃い、すごい濃いです。でもめっちゃいい匂い、美味しそう。もたさんギフトありがとう。めっちゃ美味しそう、オレオみたいな匂いする今。あの牛乳とココアだから、あーオレオだ、めちゃくちゃオレオを今感じてる私。これオレオですね、匂いが。オレオ食べたくなってきたな。オレオだ、うまそう。あ、めっちゃオレオうまそう、いい匂いする。オレオ粉砕した時この匂いするもん、あの間のクリームと相まって。はい、ちょっとレシピ一回見ます。滑らかになるまで、よいしょ。
マル、マックのオレオのフルーリー、あーいいよね、あれうまいよね、ザクザク入っててね。今地味な作業してる。もう非常に滑らかになってまいりましたね。いい感じ、こういう感じで滑らかな生地になりました。あんまり高く掲げてるとひっくり返しそうなんで置いておきます。非常に滑らかな生地が完成しました。さてそろそろこの白身を卵白を作っていきますけれども、泡立てていきますが、メレンゲはさすがにグラニュー糖で作りたいと思っていますので、グラニュー糖どこにしまい込んだかな、いました、グラニュー糖、はい、グラニュー糖をですね、30g 使用します。こっちの砂糖は減らしません、なぜならメレンゲが泡立ちにくくなるから。ツナちゃんギフトありがとう。マーズにオレオのパフェあんの、マーズ行きたい、マーズさんも行く機会ないんじゃないかな、行けるタイミングがねなさそう、もうプライベートで愛媛に行くしかなさそう。よいしょ。さあ私がなんとなくお菓子作りの中で苦手使用しているメレンゲ立ての時間がやってまいりました。あんまり得意じゃないんですね。よいしょ、コンセント、はい、待って、そろそろオーブン温めといた方がいい？メレンゲが泡立ったらでいっか。はい、こっから音うるさくなります。みんな音量下げて、はい、今音量下げタイム、みんな音量下げて、いいですか、みんな下げたね。待ってよ、オンになってないじゃんコンセント。
ですね。見て、ただの卵白と砂糖がさ、こんなモフモフになるんだよ。ほら、すごくない？なんか苦手視してただけで別に普通に作れました。なんか別にあれでした、そんなに苦労せず作れました。あれ、思ってたより簡単だった。怖いよ、料理の腕が上達してて怖いよ。別になんかそんな苦労しないんだった。ちょっと一回これをさ、冷蔵庫の上に置けばいいか。なんかそんなでした。しかも別にそんなにうるさくなかった。180度に予熱したオーブン、はい、こんばんは。そう、機械使うとマジあっという間なのよ。あ、すみません、今から金属音になります。と合わせて、ま、さっくり混ぜたらペーパーを敷いた型に流し込むと。なるほどね。こんばんは。じゃあこのふわふわとこの真っ黒いやつを、ま、混ぜていきます。トゥルン、マジでこの生地オレオの匂いする。オレオ食べたくなってきちゃった。はい、さっくり混ぜます。こんばんは。ゆっくり混ぜます。よいしょ、こんな感じ。こんなもんかな、混ぜすぎるとあれなんで。はい、これでこれを、うち今クッキングシートありましたっけ。ありました。これを敷きます。ハサミハサミ、 So pretty, thank you。結構あの地味作業なんで、地味手作業なんでね、あれなんですけど、
こんばんは。ちなみにこれ焼き時間どれぐらいですか？25分焼くと OK。こんばんは。温まりが終わりました。でも私の片作りはまだ終わってないのでちょっと待ってください。こんばんは。よいしょ、どうかな、こうかな。という感じでなんとなく型作ります。ここに生地を流していきます。よいしょっと、すいや、これどのくらい膨らむんだろうね。そんな膨らんでなさそうかな。はい、こんな感じ。あ、見えない。あ、すごい見えない。こんな感じね。で、残った生地は何で焼こうかな。これに入れて焼こうかな。ちょっと、もうちょっと、もうちょっとオーブン待っててもらって、クッキングシートをまた使いまして、よいしょ、はい、もうくちゃくちゃにしまして、これをってはめて、シュワってはめて、流し込みます。これもね、自分用なんで、ある程度の見た目であれば大丈夫です。待って、今日の手際めちゃくちゃいいぞ私。よいしょ、もう一回ぐらいかな。出しすぎちゃった、絶対に出しすぎちゃった、もったいない、親指汚れてた。あ、絶対うまいこれ。もう美味しい。
しいことが確定してる。見た目がね、もう優勝ですよ。よいしょ。これはもうね、ココアがメインで、そのチョコレートをね使ってないんですよ、このガトーショコラ。なんでココアの濃い味が優勝ですね。まあ単純にうちにチョコレートがなかったからチョコレートなしのレシピになっただけなんですけどそう、別にねあるんですけど、うちにチョコレート、そのガトーショコラを作れるほどの分量はなかった。しかもうちにあるチョコレートもさ、普通のさ市販のさ板チョコじゃなくてさ、クーベルチョコレートっていう、そのまあよくケーキ屋さんとかお菓子屋さんがテンパリングとかして使うようなチョコレートにちょっと似たチョコレートがございまして、それをそういうお菓子作りの専門店から買ってますからね。私やばくない？なんでそんなあれなの？用品だけ本格的なのかちょっと分かんないんだけど、なんかねそういうとこ変なこだわりあります。こだわりがあるっていうか、そのサイトでさパンの粉とか買うことが多いから、そういうとこで買うチョコレートってなんかそういうさ本格的なんよね。それだけなんよ。えい、ちょっと焼いていきましょう。ちょっとこっちに向けて、オーブンにこの適当に今さえが乗せたやつと、よいしょ、この焼いていきます。せい、携帯が落ちた。はい、待ちます。待ってる間に洗います。今使った調理器具を。でも今日そんなに調理器具使ってないかも。ボウル2つだけだ。お菓子作りしてるにしては相当少ないっすね。あ、そう、うちオーブンねなんか無駄にでかいんですよ。そうなんですよ。思えない電子レンジしてるんですよね。よいしょ。180度で5分、170度に下げて20分焼きますって書いてありました。なのでもうレシピ通りに焼いていきたいと思います。焼き時間、お菓子作りはマジレシピに忠実でいかないとさ普通に失敗するからね。焼き不足とかなるからね平気で。よいしょ。待ってる間にね、キッチンの方を片付けていきたいと思います。よいし
いや明日はバレンタインですよ。なんかバレンタインってさ一番縁のない行事なんですけど、私なんかあんまり、まあ中学の時は友チョコとかやってたやけど、高校はもうやんなかったし、めんどくさくて。あんまり積極的に通らないできたんですよね。友チョコって文化結構めんどくさくない？なんかお菓子作りとかパン作りよくするからさ、全然バレンタイン関係なく別に作りたいタイミングで作って人にあげたい派だからさ、そのバレンタインに合わせてっていうのがすごい苦手でしたね。作りたい時に作ってあげたい時にあげたいみたいな。そうあのちょっとそういう感じでそういう感じでしてね。むしろバレンタインとかってみんながその普段買わないお菓子用品を買わない人が買って、すごい普通に買いに行ったらあの売り切れてたりするのよ、普段買えるものが。あちゃーみたいな。そうだからね、みんなバレンタイン関係なくお菓子作りしようぜっていう気持ち。お菓子作りはバレンタインじゃない普通の平日だって楽しいし、人にあげたら喜ばれるんだぜって、こうお菓子作りを広めていきたいよね。非常にそう思ってる、私はそう思ってるよ。したらねお菓子作り協界隈も活性化してさ、どんどん普通のスーパーでいっぱい生花用品売ってくれたらめっちゃ便利やん。いちいちネットで買わなくて済むやん。作りの良さをね広めていきたいね。まあパン作りもしかり、最近さパンじゃなくてお菓子しか作ってないんですよね。実はみんなお気づきかと思いますが、最近さクッキーとかさ、バナナパウンドケーキとかさ、お菓子しか作ってないことみんな気づいてた？まあなんでかっていうと、最後今パン禁止してるからなんだけど自分が今パン食えないから、パン焼いても味見できないからさ。そう。で、はい。OK。まああとお菓子作りの方が比較的短時間で完結するので。なんかパッて作りたい時にパッて作れるんですよ。そう、パンはね普通に3時間とかかかるんで、3時間後まで何もできないっていうのがちょっとねネックなんです。夜とかに作りたくなるじゃん、お菓子とかパンって。夜作るとね普通に夜中になっちゃうんだよね、パン作ったら。衝撃的にな時間になっちゃう。ああもうこんな時間だわみたいな。ということで最近お菓子作りばっかりしてます。でもみんなにパン食べたいって言われるから、ちょっとまたパン焼きたいなと思ってるざますよ。でもすごいちょっと懺悔はあるんですけど、昨日の話し会でその朝ごはんのケータリングにサンドイッチ置いてあって、それは誘惑に負けて食べてしまった。まあ菓子パンじゃないしと思って誘惑に負けた。全然食べました。パン禁止してるんですけどね、サンドイッチ食べちゃいました。
でもタンパク質がいっぱい入ってるサンドイッチだったからちょっと許してほしいよね。やらかした。どうしても食べたかったパンがサンドイッチ食べちゃいました。おにぎりにしようって思ったのに。よいしょ。はい、ということでそろそろバター柔らかくなったんでしょうか。ちょっともっと真ん中に乗ってほしいんだけど、もっと真ん中に乗ってほしいんだけど、はい、常温になってるな。ちょっと結局素手で触るんかい。へい。ということでバターカットの儀式をやってまいりたいと思います。バターが切れました。これでいつでも使いやすいバターということで冷蔵庫にしまっていきます。バター、はあ、これでね、あの毎回バレン違うバター使うときにね、包丁で切らなくていいんです。もうフォークとか用紙とかでバターちっちゃいの取って測ればいいんで、めっちゃ便利なんですよ。だいたい 5g ぐらいの四角になるんで。おいしそう、いい感じだよ今のところ焼き具合。いい匂いがねしてきてるんです。配信だと伝わらないんだけど、いい匂いしてきてる。4D 機能ください。え、確かに。でもさ、またいつかその文明がめちゃくちゃ発達したらさ、匂いとかもさ、その配信とかテレビとか届けられるようになるんじゃない？もうそれが普通になるんじゃない？そのどんな匂いでも作れる匂い分子みたいな、あの色みたいにさ、混ぜたらどんな匂いでも作れる匂い分子みたいなのが発明されてさ、いつかそういう時代来ないとはね言い切れないですよね。だって昔さ、白黒テレビが出た時カラーになるなんて多分信じられなかったじゃん、きっとね、昔の人たちは。こんなテレビを使ってた人たちはさ、こんなちっちゃな板になると思ってないじゃん。だからね、いつかあるかもしれないね。確かに脳に直接っていうスタイルもあるよね。そのなんか脳にさ器具とかつけたらさ、
なんかその実際に味覚を感じてなくても脳に電流流したら甘いとかさしょっぱいみたいな、なんか感じられるみたいな機会なんかありませんでしたっけ。記憶違いかな、なんかそういうのあった気がする。そしたらね、それでいいもんね。めっちゃいいな、新たな文明の利器が開発されるのが非常に楽しみですね。ちなみに今このスターを洗ってました。ポップコーンバケットです。早く洗えよっていうね、ユニバ行ったのいつやねんっていうね。はい、すいません、ずっとシンクにいたこの星、邪魔だなって。めっちゃいい匂いしてきた。いいぞ、捨てに行かなくちゃ。ペットボトルを入れる袋を作ろうっと。ペットボトルゴミ。でもさやは今欲しいなって思ってるのは 3D プリンターだね。別に普通のプリンターもうちに今ないんですけど、普通のプリンターも家にはないんだけど、 3D プリンターいつか欲しいね。なんかいろんなもの自分で生み出してみたい。 3D プリンターで作るためには 3D モデルを自分で作んなきゃいけないんだけどね。その技術をまず身につけなきゃいけないんだけど、それなんか学んだらすぐ覚えられそうだから。職場にあるけどめっちゃ時間かかるよ。なんか普通に18時間とかかかるんでしょ、大きめのものを作ると一晩みたいな、丸一日とか。そういうの聞いたことあります。キャロンさん、ウサちゃん、ありがとうございます。間に合ってますよ、まだ現在焼き中でございます。焼き中。そして白いパーカーを汚すことなく来ました。ここまで最高です。うわー、いい匂いする。普通にもう1時間半経ってた。いい匂い。こんばんは。こんばんは。あ、すっごく膨らんでる一箇所。何の違いだろう。生地いっぱい入れたところかな、もしかしたら。全然覚えてないけど、どうやって作ったか全然覚えてないよ。こんばんは。なんか髪の毛ボサボサになってきちゃった。戻った。でも卵と卵黄も卵白も使って非常に無駄がなくて良かったです。非常に助かりました。いい香りしてますか？だいぶしてます。こんばんは。
そう。ちょっとさ、何分後にお目にかかりますか。あと3分で焼き上がりますね。楽しみになってきたな。取り出したら、ちょっと待って、一旦どうしようかな。取り出す場所を作んなくちゃ。よいしょ。ハサミを片付けて、鍋を一旦こっちに移動して、焼けたら一旦ここに天板を置いて、粗熱はどうやって取ったらいいんだろう。でもしっとりしていいから、そのまま別に粗熱取っていいのか。いい感じにします。こんばんは。一旦ここに天板を置こうかな。上の天板だけ取ればいいか。こんばんは。あ、なんかすごいいっぱい人が来た。どうした、どうしてだ。一気にブワーってきた。ありがとうございます。今回のネイルはちょっとバレンタインっぽい濃い赤に白のラメラメで、白っていうか銀シルバーのラメラメでちょっと雪っぽくして、まあちょっとね、もうすぐ冬終わりそうだったんで爪冬にしようと思って冬っぽくしました。あと私の好きな赤です。赤が好きなんで赤にしました。可愛いです。ちょっと冬っぽい感じ。にしてみたよ。セリ、明日ロガール出るんだ。あ、明日ですか、配信日、放送日。そう、この前収録したんで、ぜひ明日のロガール見てね。そうだ、後でツイートで宣伝しなくちゃ。でも柄はね、親指、中指、薬指は一緒で、薬指はなんか白いパールついてて、人差し指はなんか大きめのラーメンがついてる。こっちも全く同じデザイン。だからね、3本は一緒です。さーて焼けますよ。もうじき焼けます。焼けました。いい感じじゃない。なんかすっごい柔らかいけど、これ合ってる。粗熱でいい感じになるのかな。トゥルトゥルなんだけど、よいしょ、いいですね。こういう感じ。ちっちゃい方はちょっと熱そうすぎて全然持てない。ちょっと待って、こんな感じ。ガトーショコラ、美味しそうだね。美味しそうですね、非常に。めっちゃいい感じじゃん。すんげえ黒いけど、ブラックココアパウダーを使ったことによってめちゃくちゃ側面黒かったけど、めっちゃ美味しそうだわ。信じられないぐらい今黒くて、ちょっと笑ってしまった。笑ってしまいましたけど、笑ってしもた。めちゃうまそう。そして四角いあのメインの方ですね。今見せたのはあの自分用なんで、結構あの見た目はそんな気にしてないんですけど、人にあげる用はこちらとなっております。あー、全然見えない。
髪が邪魔で。こんなか、あはん、こんな感じ。結構ね、生地がまだ柔らかいんだけど、これはいいのかどうかわからないので、ちょっとレシピをもう一回見ます。粗熱でいけそうっちゃいけそうですけどね。どうなんですか、教えてレシピマン。すごい、後ろのゴミ袋めっちゃ映ってた。もうちょっと焼いてみようかな。よいしょ。なんか焼いて失敗することはなさそうだったんで、ちょっとこの大きい方だけもうちょい焼きたいと思います。臨機応変とはこのこと。こんばんは。ちょっと味見してみます。ちっちゃい方。ちっちゃい方はもう完全に焼けてますね。中も別に柔らかくない。うまっ。うん、ちょっとほろ苦系で、あんなに砂糖入れてもこんなに別に激甘なわけじゃないんだ。すごいな、お菓子ってなんでこんな甘いのどっか行っちゃうんだろう。めちゃくちゃうまいな。ガトーショコラうんま。うん、いいバレンタインになりそうだ明日は。ガトーショコラといえばさ、ローソンのガトーショコラめっちゃ美味しいと噂で、すごい気になってます。でっかくなるやつ、この今の時期。うまっ。でお菓子作り配信があるからさ、夜ご飯めっちゃ控えてた、控えめにしてたんですよ。めっちゃお腹空いてたからめっちゃうまい。結構真っ黒です。焦げたみたいな色してるんですけど、めちゃくちゃココアの色。焦げたみたいな色してるんですけど、焦げてませんのでご安心ください。でもピュアココアと半分半分にすればよかったってちょっと思ってる。あまりにも黒すぎて衝撃の黒さ。
なんかめっちゃ簡単だった。洗い物めっちゃ少なく済んでめっちゃ便利、楽だった。洗い物はさ一番嫌だから、一番面倒、圧倒的に面倒だからね。よいしょ。これを明日まで冷やして、粗熱取った冷蔵庫で冷やして、ちょっと多分重たくなるんですよ、冷やすと。しっとりして、ただ多分上手に切れるようになってると思うんで、切ってみんなに配ろうかなと思ってるんですけど、あ、さっきよりいい感じ。うまくいくかはまだ分かりません。よし、あとは粗熱取れるまで待ちだな。しまいました。いい感じ、味見いい感じでした。オッケー。甘いもの食べたくなったんでどら焼きでも食べます。和風ですね。さあ、ということでバレンタインできたということで終わりにしますかね。皆さんありがとうございました。お付き合いいただきまして、ぜひ美味しそうだと思った皆さん、バラだけでも投げてっていただけると非常に嬉しいです。バラを集めてます。このガトーショコラ、ガトーショコラめっちゃ美味しそうじゃない？ちょっと待ってくれよ、これ冷めるの楽しみだな。明日朝起きてなんかあんま良くなさそうだったらどうしようかなって今考えてます。まあなんとかなるでしょう。ということでランキングで終わりにします。13位ミンチェさんありがとうございます。12位ズーシミケンスケさんありがとうございます。11位ワサッピさんありがとうございます。10位ケンケンさんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位マンダリンさんありがとうございます。6位トモチさんありがとうございます。5位キャロンさんありがとうございます。4位ツナちゃんありがとうございます。3位ヒラリンさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はおかずさんありがとうございます。ありがとうございました。いいバレンタインになりそうだぜ。ということでまた皆さん明日僕対公演でお会いしましょう。バイバーイ、おやすみー。